三条西末友は、江戸時代後期から明治期にかけての苦行、家人。三条西みのるの子。神は、聖二位、剣大納言。安政五年、剣中納言となりをもんじられるが、文久三年八月十八日の政兵により、三条、耳らと長州へ下校、いわゆる七京地の一人となる。その後さらに、打財府まで走り、やがて王政復古の大号令によって許され、 県大名言に福祉記録。明治元年には、皇太代宮級圏外部となった。明治維新後、三与、京部省共同職の長官である大京、まさかね神宮祭主となった。三条西家の当主だけあって、稼働の総称として知られ、西与筒子工業とともに、明治天皇の稼働師範となった。末友自身は、三条西家分家当主の高松公雄に支持した。 明治11年、13年出版の、開花新大歌集第一編に三首、二編に二首、以下の通り歌が収められている。第一編第、伝信記、ことの葉のかよふを見れば、風の音の陶器坂日はなき夜なりけり、第、寒暖計、天地の心や、これにかよフランサラス柱らじ、暑さ寒さを第、国旗、曇りなきみよの印は、 おほかれどまずあふがれる日のおはたかな第二変代、水上警察、川熊の熊も漏らさず見ることは、水の濁りを残さざるなり、第、道路修繕、昨日まで、行悩みしも、新しく開けし道の心地こそすれまた、山上西家は、行動の総称家としても知られ、末友自身も、公家文化を担う、この時代の文化人の一人であった。ありがとうございます。